こんにちは皆さん、今日大好きなコンビニに行って紹介します。セブンイレブン。アメリカのコンビニは日本とちょっと違います。じゃあ行ってみましょう。最初にコンビニっていうよりもセブンイレブンはガソリンスタンドです。アメリカはコンビニがあんまりありません。豆知識。セブンイレブンの名前の意味知ってますか？1946年にセブンは朝の7時から夜の11時まで開いていました。面白いでしょう。アメリカはおにぎりがありませんけど、キャンディーはいっぱいあります。ハイチューズもあります。おいしい。肉まんの代わりにピザとタコスがあります。日本はアメリカンドッグありますけど、アメリカはアメリカンドッグ全然ない。ちなみにアメリカンドッグとは言えない、コーンドッグと呼びます。いろいろなサイズありますけど、これ見て、もうでっかい、ビッグゴー。アメリカ人はいっぱい飲めるな。アメリカの牛乳は大きいね。暑い時にこの冷蔵庫に入っても大丈夫です。あ、じゃない、ほら、グレンダーマン。アメリカのセブンの一番有名なものはスラーピーという飲み物です。いろいろな味があります。そして毎年7月の11日にセブンに行ったら無料でスラーピーが飲めます。スラーピーハロデー。そしてこれがアメリカのセブンイレブンです。このビデオ見てくれてありがとうね。何が一番驚いたことでしょうか？コメントしてください。じゃあまたね。バイ。乾杯。